あれ、何これ。怪人って
ったの、アオイ。まさか、アオイにぶっかけたのもこいつなの？皆さん、おはようございます。ありがとうございます。でも、いつものこと…私は本当に助かっているのです。ああ、さくら、遅かったじゃん。さくらちゃん、お昼にしよう。かりんさん、あおいさん、おはようございます。さくら、Nice to meet you. Do you speak Japanese? 交換留学でいらした方ですね。あ、カリンさんたちと不幸な出会いがあったみたいですね。
しみにしています。あ、ありがとうございます。どうしたの？新しい子来てるんでしょ？なぜこちらに？絶対あれば私のおっぱ胸見てたもんね。カリンちゃん、さすがに言い過ぎじゃ。ダメだよ、アオイ。あんただってひどい目に遭わされたんで。あの、皆さん、とりあえず。ちょっと、あんたは誰に許可取ってうちのさくら。
探したい君の夢、違う世界つないで、距離なんかじゃなくて感じさせて。
り、海藻を干して固めたシート。とりあえず上がって。そんでもって葵は。最初に言っておくけど、私昨日の朝の放り出すのがやりすぎた。喧嘩両成敗だね。はい、二人とも。弥生かりんよ。ではこれで。あなたも巴寮の新しい仲間ということで決まりですね。よっしゃ、今日は歓迎会だね。料理の腕によりをかけちゃうよ。巴寮の一番大事なルールは一つ。ここに巴寮へようこそ。
ちきれませんでした。今日はイギリスビーキなので、チューブから、どうしてんのよあんたは。さっ、あんた何やってんの。まあ、ほん、あんたの国だと違うの。見たことある。あんた日本のことそんなに好きなの。そう、じゃあこっちにいる間せいぜい。ただいま。お待たせ、すぐに準備するね。葵は一人で料理から洗濯から、ともえ、あの子基本怒ったりしないんだけど、台所に。それでは改めまして、ようこそ巴寮へ。歓迎会始めるよ。いただきます。お食事前の挨拶ですよ。今から。食べ終わったときはやっぱり感謝を込めてごちそう。作ってみたけど、君はどれが好きだった？